wanna play? フラワーサクリファイスです。今回紹介する映画はこちら、ワイルドゼロ。この作品は1999年の日本映画です。今回の映画を紹介するにあたり、ちょっとネットで調べてみたんですけど、このワイルドゼロ、日本初のゾンビ映画らしいです。始まりのあらすじを紹介すると、ゲソの財布にはロッキンローライセンス、ジェットジェネレーション。超人気バンドギターウルフに憧れる少年エースは今夜もライブに来ていた。じいさん、ロッキンロールって知ってる？いつまでもガキみたいなことやってんの。ロケドルとして終わっちまったんだよ。ライブ終了後、ライブハウスのオーナーとギターウルフたちが揉めている間にエースが割り込む。このクソ野郎、ロッキンローラー終わっちゃいねえ。ロッキンローラー踏みつかれた。うわを一応収束したが、オーナーはギターウルフに怒りを覚えた。ギターウルフは仲裁に入ったエースに仲間の証として笛を渡す。これやる。やばい時にはこれ来た。アディオスアミゴー。次の日、ガソリンスタンドを襲撃した強盗犯を偶然エースが撃退する。あ、ごめん。おお、うわ、大丈夫かい？あなた、やっつけたの？ん？あ、ありがとう、強いね。君、名前なんて言うんだ？トビオ。トビオ？その時助けたトビオとエースは再会を誓い別れた。また会えるといいね。ありがとう。帰宅途中、事故車を発見したエースは近づいてみると、エースはガソリンスタンドで別れたトビオが気になった。エース！その時、エースの前にギターウルフ・セイジの幻が現れる。行けエース！惚れちまったんだろ！行けよ！ロッキンロール！あらすじの前に言ったように、この映画は日本初のゾンビ映画。
といってもマイナー界のメジャー映画の中での初ゾンビ映画っていう感じで、多分マイナー界のマイナー映画の中ではこの作品の前にも日本製ゾンビ映画はあったんじゃないかなっては思うんですけど、でこのワイルドゼロ、まあ日本映画ではあるんですけど、もう前編をタイで撮影されてて、もう目につくタイ語の看板とかは日本語には変えてあるんですけど、全体の雰囲気はエスニック色が強いです。おい、ギターフル終わっちまった？ああ、特訓終わっちまったよ。かな、でもこんなに有名じゃない作品なんですが、撮影にはタイ王国軍が全面協力してくれてて、爆破シーンとかも軍の本物の火薬を使わせてもらってるっていう作品らしいです。一つだけ気になったところを挙げると、この映画を撮った監督は竹内哲郎という監督で、普段はミュージックビデオ PV みたいなのを撮るような監督なので、映像が綺麗、もう夜のシーンでももう何でもかんでもはっきり見えるような綺麗な撮り方をしています。若干もう質感弱めにしてもらった方が良かったんじゃないかなっていうところはあります。てなわけで、ゾンビの首が吹き飛ぶシーンとか、もう UFO が飛び交うシーンとかはもう99年製の CG だなっていう感じはするんですけど、その他のシーンはもう海外のゾンビ映画やホラー映画の基本的なところをちゃんと押さえてて、すごい面白い作品にはなってます。今回はワイルドゼロの紹介でした。それではまた追って報告する。